逃がすでないぞ。ある日のこと、紀州の殿様がこの山で狩りをなさったのです。殿様が狩りに出かけるとなると、2日がかりの大変な大がかりのものでした。それ追いかけろ。うわあ、今日は大量じゃった。祝いの酒を存分に飲むがよい。その夜は捕らえた獲物を目の前に、森の中で酒盛りが始まりました。家来たちは捕れた獲物の自慢話に花を咲かせ、歌え踊れのにぎやかな宴会になりました。さて、一夜が明けて一行は和歌山へ引き上げることになりました。しかし、細い山道を大勢の行列が通るので、なかなか道もはかどりません。ずいぶん時間がかかって、やっとふもとに着いたときは、もう夕方でした。早く帰らないと、日が暮れてしまうぞ。するとそのとき、急に暗くなって何やら生臭い風が吹いてきました。この蛇は身の丈20メートルもあろうかという大蛇でした。家来たちは殿様もせっかくの獲物を放り出して、蜘蛛の子を散らすように逃げていってしまいました。ダイヤの目当ては狩りで仕留めたたくさんの獲物で、パクリパクリと腹いっぱい食い終わると、茂みの中へゆっくりと消えていきました。気の毒なのは殿様です。誰一人助けに来る家来もおらず、気を失ったまま置いてきぼりを食ってしまいました。しばらくして、そこを通りかかったのが神通村で木こりをしているジンベエでした。これこれ、お侍様、起きてくんなされ、目を覚ましてくんなされ。おりおり、うん、ほんまにこんなとこに寝ておったら風邪をひいてしまう。仕方ない。ジンベエは背中に背負って自分の家へ連れて帰り、いろいろと介抱してあげました。殿様は大蛇がよほど怖かったのか、散々うなされた挙句、やっと目を覚ましました。あれあれ、ここはどこじゃ。お前たちは何者じゃ。わしはジンベエというもんだ。あんたが道の真ん中で目を回しておったから連れてきたんじゃよ、お侍さん。お侍じゃと、無礼者。このわしは紀州の和歌山の殿。紀州のお侍さんですか。で、どないしはったんです。えらいうなされて。いや、何その。殿様のくせに大蛇に驚いて、馬から落っこちて目を回し、家来に見捨てられたなどととても言えたものではありません。これは大変。まだ寝てないといかん。いや、わしはすぐに和歌山へ帰る。いた。馬から落っこちた時、腰を打ったのか立ち上がることもできません。殿様は仕方がないので、ジンベエの家にしばらく厄介になることになりました。出された食事は粗末なものでしたが、お腹が空いていた殿様は、今までお城で食べたどんな贅沢な食事よりも何倍もおいしくいただきました。そうやって
2、3日もすると殿様はやっと元気になりました。ずいぶん厄介になったが、いよいよ和歌山へ帰る。すっかり元気になられてほんまによかったです。みんなお二人のおかげ、ありがたき幸せ。それで甚兵衛は山仕事に使う馬に殿様を乗せて和歌山へと向けて出発しました。これ甚兵衛どうしたんじゃ。お侍様は和歌山のどちらにお住まいで。殿様も帰る住まいを聞かれては正直に話すほかはありません。お城じゃ。なんじゃ、お城ですか。そりゃわかりやすい。え、お城ですって。するとお侍さん。お殿様でございましたか。それとは知らず数々の失礼、お許しくだされ。いやいや、厄介になったのはわしの方じゃ。お礼はわしから言わねばならぬ。さあ表を上げてくだされ。それにしてもわしの家来どもは主人を捨てて逃げ出し迎えに来ようともしない。それに比べてお前様はわしの命の恩人じゃ。ぜひわしの城に一晩泊まってくだされ。お城ではてっきり大蛇に食べられてしまったと思っていたお殿様が無事に帰ってこられたので、そりゃあもう上を下への大騒ぎ。黙れ、この恩知らずめらが。このお方こそがわしの命の恩人じゃ。お前らとは人間の出来が違うとる。早速丁重なおもてなしをして差し上げろ。その夜は甚兵衛は大変なごちそうのおもてなしを受けました。あくる日帰る時にお殿様が言いました。さあ甚兵衛、何なりと欲しいものを申せ。ご褒美などいりません。当たり前のことをしただけですで。そんなことを言わずに、ぜひ望みのものを申せ。それではお殿様、このお天守の障子の穴から見えるだけの山をください。見ると障子には小指ほどの穴が開いていました。なんと欲のないやつじゃ。よろしい、お前の望み通りにしてやろう。ありがとうございます。そう約束して甚兵衛はお城を後にして家へ帰りました。そしてお城では試しに御家老がその障子の穴を覗いてみました。すると穴は小さくとも、そこから覗いた山は何千丁分あるかわからないぐらいの広さなのでした。うわ、大変だ。殿も偉い約束をしたものじゃ。殿、大変です。殿。しかしもう後の祭り、約束は約束です。甚兵衛はその後村一番の長者になり、
障子の穴にちなんで障子という姓を名乗り、山仕事に精を出して一生幸せに暮らしたということです。